できたぜ。リクアルド名物アンギスキャトルのリシアソウ煮込み。そしてお仲間さんたちにはキャトルの生肉とリシアソウを使った特製盛り合わせだ。うまそう。町からのお礼だ。薪作りで随分助けてくれたって聞いたぜ。では。よく煮込まれた肉が口の中ですぐにとろけていく。しかし存在感を失わず、野菜の旨味が溶け込んだスープと見事なハーモニーを奏で、奇跡のシンフォニーを生み出す。奥深い味の彼方に広がるのは神秘の果てなきベクベン。まさに神料理というべきうまさだ。こんなうまいの初めてっす。もう一杯くれ。気に入ったか。俺も久しぶりに披露できて嬉しいんだが。だがまだ最高の煮込みじゃないんだ。何？実はこのところリシア草の畑が魔物に荒らされてて、質のいいリシア草が食べられてしまうんです。あれはここいらでしか栽培してないからな。もし最高のリシア草が手に入れば最高の煮込みができるんだが。その魔物なんて名前だ？